陸上ずっと天気悪かったんだね。うん、よかったね。お母さんも来たしね。うん、風に向かって。みんなこっち向けてるからこっちでいいか。そこにするか。昨日よりはマシかな。夕べの状態より。うん、行きましょう。鍵オッケー。どうやって行けるか。もうこっちからじゃない。とりあえずあそこ一回上がって、こっちから上がるか。昨日よりいいよね。昨日よりいいです。ちゃちゃは飛ばされてました。あれ？展望台。あっち、あそこ降りるんだよ。いいよ。スキャンしてください。あそこの近くまで行っちゃいましょうよ。カメラのレンズに発散が乗っかったから。ここから下るか。怖いよ。いや、本当地球が船が悪く見える。カメラが水平になった。あ、足元滑るかもしれないけど。よいしょ。かもしれない。降りてきてる。すげえ。行くぞ。結構距離あるからね。よし。なんかさ、すごく騙されないこれ。この影と階段がさ、階段に見えないんですけど、段差が分かりにくいんですけど、分かりづらいよね。あそこが風の館の。また階段だよ。三つ橋さんがいますね。近くに泊まってなかったら、午後だったらまた強風だよ。なかなか先に進めないです。波の音入っていない。おー、本当。わー、すごい。あ、綺麗だ。太陽に透けてさ、なんか眩しい。真っ白のまんまだった。また階段だ。これ帰りかったりな。あの上から見た方が見渡せたね。やっぱね。ん？膝が痛い。
ここ風がない。ここ風がない。関係者以外立ち入り禁止って何？関係者は立ち入ってもいいの？そんなことじゃないし。あ、じゃあもうちょっとこっちの方がいい。もうちょっとこっちの方がいい。ほら。あ、もうここ取ったんじゃん。取ったじゃん。取ったんです。さらばです。さようなら。もう多分来ることはないでしょう。うわー、じゃすごい綺麗。昨日と全然違う。うわー。